はい、どうも皆さん、プロスプルです。じゃあ今回も使用率圏外ポケモンを使えないランクマッチやっていきましょう。はい、マッチしました。なるほどなるほど。どうなんだこれ、いけるようないけないような微妙な感じだな。今回のメインがキングラーなんだけど、まあ草ポケモンがいる以外は特に問題ないか。ディーフロトマは結構珍しいな。そうだな。そんじゃどうしようか。まあルチャブルの通りは割り、ルチャブルか、いや、バルビアルか、バルビアルの方にしよう。バルビアル、キングラー、そうだな。格闘の抜群が2台もいるんだよな。あと岩技を搭載してるか、バルビアルとルチャブルが。まあ一応トイキスにも弱点をつけると。そうだな。アマーが気になるな。ちょっとアマーガがちょっと気になるんだよな。まあ、ワルビアル、キングラム、シャーナでいくか。はい、対戦よろしくお願いします。初手はドリューズ。ドリューズはね、まあ。あ、で、ドリューズは人にいいぞ。ワルビアルの一時身で弱点をつける。このワルビアルはね、スカーフを巻いてるんだよ。あのね、ワルビアルの素早さって92だったかな。92だとあの、スカーフ巻くことで、最速だと、あの、フェローチを守り抜けるようになる。だけど、抜けないのがネジエレキだけだから、まあ、レジェレキなんて、ほんとワルビアルに何もできないポケモンだから。まあ、実習席は全ポケモン抜けると考えていい。さあ、どんくらい食らうこれが。一発で落ちね。たすきだな、これは。まあまあ、しゃあない。たすきはしょうがない。あ、捨てろね。いや、でもね、まあ。いいでしょ。一体ポケモン倒して捨てろ巻かれただけだったら全然いいでしょ。ありあり。まあ相手はさすがにドリューズは切ってくると思うから、あ、どうなんだろう。まあ、よしよし。まあこっちは一体やられただけで、ステロ、あ、違う、逆。こっちはステロを巻かれただけで一体倒したんだ。よし、いいスタート。ねえ、このワルビアルの攻撃力ね、実は117あるんで、割と高い。なんで、スカーフ巻いてね、そこそこの火力があって、っていうね。そうだから、もういろんなポケモンの上から高い火力で殴れると。さて、ヒラルが来ました。どうせスカーフなんだよな、こいつ。まあでもそれ以外にやることもないからね、別に。地震以外にやることないから。あ、やっぱスカーフ。あ、まあ全然いい。まあどうせこれでやられるんだけど、あの、ぜひともね、これでね、ヒラルマは、あの、だからヒラルマはこれで、つらら落とし以外の技を使えなかったわけだよ。まあ、そうなると当然、まあ、そうだね、キンキラーって防御はそこそこ硬いから、110あるかな、種族値が。だから、そういうタイプ、あ、まあ、だから、半減の、スラだとしちゃったらそんなに食らわない。さて、こっからが問題なんだよな。ライラックで落としたいところなんだけど、ただな、ドラパルトで引かれた時厄介なんだよな。いや、でも今ドラパルトで引く必要あるのか、これ。ドラパルトで、まあ、いや、もうどうせヒラバってさ、脆いからさ、すごい。多分ね、巨大放物で落ちるんだよね。そうだね、クラブ、キングラすごいんだよ、こいつ。こいつ A130 あるんだよ。命をターン持たせてあれ、もう大体の武器もぶち抜ける。何なんだろうね、この巨大マックスのモチーフって。まあ、もうそろそろダイマックスができなくなるから、巨大マックス使ってるわけだけど、当たらんかったら結構でかいかもしれない。なんだろう、この、巨大マックスのモチーフってあれかな、高足ガニとかってあるのかな。だいぶ、これさ、体かと思って、この下に出てくるやつ、体かと思ったらよく見たらさ、ゆれゆれ出てる、多分、泡なんだよね。泡吹いてるよね、こいつ。なんか汚いなぁと思うけど。何なんだろうね、こいつ。相手の最後で言ってトゲキスか。トゲキスはいけえだろ。あ、さっきはね、ちょっと一発で倒れちゃったから発動しんかったけど、この巨大宝物っていうクライマックス技は、当てた相手の素早さを半減できるんだよね。どうだよ、これ。あの、この超巨大、
消化力や殴り素早さを半減できるっていうのはめちゃくちゃ強い。半減しちゃえばどんなポケモンでも抜けたいはずだから、いやどうやったっけ、うん、多分抜ける、大体ほとんどのポケモン、うん、全部のポケモン抜けるから半減しちゃえば。これは当然さ、ないやー、ちょっと、嘘、これ耐えんの、マジか。そうなんだよな、キングラーは特殊がゴミすぎるんだよな。そうだよ、特殊ゴミすぎるんだよな。ちょ、え、嘘、これ耐えないの、耐えないか、これ。これ耐えないか。あー、まあ、命の玉か。命の玉ならしょうがない。あれ嘘、これ耐えなかったっけ、なんか、計算しては耐えてる気がしたんだけどな。トイキスは計算してないか。当てろ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 、大丈夫、無射台でちゃんと特盛り振ってきてやるから、特盛りかなり振ってきてやるから、うん、大丈夫、耐えるはする、一回耐えれる、一回耐えれるんだけど、一回なんだよな、まあ一回は耐えれるんだけど、だからここを耐えないと、ここで当てないと負ける、これ当てて、かつ当ての長い眠りを引かないと負けるっていうね。なかなかめんどくさい。よし、当てる。まずは第一段階クリア。ただまあこれ第一段階なんだよな。まだ第一段階なんだよな。で次に瞑想を積んで、まあどうせ今殴ったってね、大したダメージにならないから。まあここは瞑想を積むのが安定。で、ダイマックスは消えた後に夢食いで殴るんだけど、そのタイミングで起きてきたら負け。そうなんだよね。無茶な運ゲーなんだよね。かなり運ゲー。まあ、ここで瞑想積んで、瞑想一積みだな。さすがに、トイキッスの攻撃耐えれないからな。さて、これでダイマックスが終了する。起きるだよ。さーっと、さーっと。ねんねんからりんて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 ん、お願いお願いお願い、あ、負けです、はい、負けました、はい、大したありがとうございました。はい、ゴリゴリコさんと対戦マッチングしました。なるほどね、ちょっとね、トイキスにさっきから痛い目をすごい見せられてるんで、トイキスと強すぎないか、おかしいもん、あいつ、あいつ絶対おかしいよ。フリーチョーで勝てないとかおかしいよ、もう。だって。ハイパイショーを無視して勝ってくるからね、トイキスは。ダイアイスが脅威。どうしようか、これ。まあでも、どっちにしてもドキドリがいいから、フリーチョーで出るのも無理なんだよな。ドキドリはフリーチョーじゃないとどうでもできる。いや、ワルピアルでワンチャンできそうな気がするんだけど。そうだね、ここは、まあ、ルチャブル入れるか。ルチャブル先発で入れて、どうなんだろう。あ、でも意外とルチャブルが先発だときついやつは多いけども、けどもね、そうだ、けどもって感じだよね。一応ワルビアルが先発はきつい気がするんだよな。ワルビー、キングラー、フリージョでいくか。はい、先生よろしくお願いします。パルシェ、パルシェはあり、パルシェは当たり、マジで当たり。ただね、パルシェはね、めんどくさくはあるんだよね、割と。防御がな、むちゃくちゃ高いからな、パルシェは。どうなんだろう。まあ、さすがに落ちない気がするんだよな、インファイトじゃ。まあやっぱそうだよね。パルシェはね、肩を破れば、する前の防御はめちゃくちゃ高いからね。やっぱやってくるよね、肩を破る。なんで、肩破積んだパルシェンとさ、スカーフバリビアってどっちが速いの、そういや。え、パルシェンってスノスベースそんな速くないでしょ。あ、普通にこっちの方が速いわ。積んだらいけるわ、全然。で、これでインファイトを振って、上から打ちまして、え？あ、こいつスカーフだ。スカーフ巻いてるな、これ。あ、ダメだ。はい、ダメだ。終わりだ。はい、終わりです。そらあの、なんでこいつでスカーフ巻いてんだよ。おかしいやろ。そんなの予想できるわけないじゃん。もうめちゃくちゃだよ。どんなもん食らうんだろうな、こいつ。
だね、相手の攻撃、相手が、そうか、そういう感じなのか、特殊棒を上げることに意味があるのかって言われても微妙な気がするんだけど。まあでもね、多分な、攻撃を上げてもあんまり意味がないんだよね、正直。でも攻撃を上げたら一発で倒せるようになるから。さっきは攻撃、もういいや、もう大学でいいや、大学。どうせこのツララバリ食らった後のトイキックの部位耐えれないんだよな。大学積んだところにね。ダメだよ、トイキック強すぎるよ、ほんと。大学でよかったな、ダメだ。もうね、トイキックが怖くなってる、トイキックは 怖くなりすぎて、もうまともな判断ができなくなってる。僕グラスと思ってんのか、こいつ。いや、そんな食らってないな。でも、5回攻撃でしょ。5回攻撃だと結構入る？割と入ってるなぁ。いやぁ、これまずいなぁ。ちょっとダイアスでよかったよな、普通に。ダイアスでよかったよ、これ。トイキス出てくんだ、トイキス出てくんだ、トイキスは出てくんだ。もうマジでトイキスだけやめてくれ。もうトイキス怖い、ほんと。トイキス怖い。よっしゃ、トイキスじゃない。これは勝った。トイキスじゃないなら勝ち。トイキスじゃないなら勝ちよ、さすがに。アイアンドってさ、アイアンドって、キングアイに抜群トイレだと思ってないよね。10万ボルトとか持ってないでしょ、だって。いや、雷のギア持ってるか、そういや。いや、でも耐えるでしょ、あのキングが。クイッチ雷の牙ぐらい。耐えてくれでしょ。やる、やてか、しまった。あ、そうか。ダイマックスの第3代なのか、あれ。厳しい。ちょっと厳しい。第3代打ってきたな、やっぱ。耐えろ、耐えろ。耐えた。耐えたよ、しし、いいね、いいね。死ぬよ。最高、最高、マジ最高。よーし。これで、巨大宝物で相手の素早さを下げて、下げる。ガクッと下がるから。あ、で、下げなくても一発なんだ、これ。さすがだな、ほんとさすがだよね、キング。キングが火力はもうマジで信頼してる。キングが火力に関してはマジで信頼してる。本来その素早さを補う、それで、その、遅い素早さを補うために、これはまずい気がするぞ。ちょっと待って。いやー、ドリズの方が早いよね、これ。自信。あー、やばい。あー、これやばいわ。これちょっとやばいわ。またかよ。またこれやろうか。またフリージョンで絶対の運ゲー決めてくれるのか、これ。いや、でも絶対の運ゲーずっと外し続けてるから。次こそはいける。相手が何か、フリージョン特性、不意を知らずに地震とか打ってきてくれないかなっていう。あ、これ外れるやつ。地震打ってこい、地震打ってこい。あ、無理だよね。はい。はい、ありがとうございました。はい、次こそ。はい、ファンシーさんとマッチングしました。誰かどこらへんやってきて、まあ、次勝ったらマスターボール系ってとこまで来たまでね。知恵対する方はね、やだコインに変えてっていう感じで。相手が、あー、なるほど。ドトムと、カバルオンにはフリージョが強い。ロトムとカバルオンどっちも先手出してくるイメージがあるんだよね。カバルオンはステオだし、ロトムはトリック使ってくるみたいな。そうやとフリージョ一番でいいから、これは。それで、まあヒーローはいるけど、アルビアのサリはヒーロー以外そんな良くない。から、まあキングラー入れちゃっていいかな、これは。いやでもキングラーも、そうだな。まあ、ミッキーなフリー、デジャブル入れてもいいかな。デジャブル入れて、まあ、フリージョン、デジャブル、キングラーでいいか。レアコイルとかもそんな刺さってないもんな、今回は。よし、これでいこう。はい、じゃあ次よろしくお願いします。とっても、なんだこいつは。ニーヒアはやばい。ニーヒは違うな。でもね、でも、ニーヒアは、あれだから、あれだよね。まあ、この技持ってるけど、フリージョンのとこもね、当てが耐えるだろうっていうところで、
どうしようかな。大統領普通に打つ、それでも絶対レイド。まあレビューリーが普通に。どんなもん食らう？半分は入らないかな。入らないか。あ、中止だこれ？嘘。ラジカルフレームどんなもん入る？あ、そんな、あ、これならいける。全然いける。特攻、あ、特攻差があるか、これで。いや、でもいける。自己再生よりダメージ量が少ないから、絶対エルロがいつか当たる。絶対エルロがいつかは当たる。まあ、ニーヒアの持ち物って大体ノードスプレーだから、当たった。一発で当たった。よし。まあ、いい。まあ、最初から絶対エルロ取れても分かった気もするけどね。ニーヒア多分助けは持ってないから、そんなに。大体ノードスプレーで。よし、そんじゃ、よし、これはいい展開だぞ、いい展開。次のレアしてくる？ミーキュラしてほしい、ミーキュ。いや、このタイミングでミーキュを出してくれ、あれ、化けの皮を剥がせるんだよ。化けの皮剥がせば仕事としては十分だから。悩んでるな。まあ、多分フリージョンにメイクリユーディのポケモンはいないってことなんだよ、俺多分。どっちが出てくる？なんだこれ。ドトム、あ、ドトムはいける。ドトムは余裕。マジで余裕。フリーズドライ。フリーズドライで、ね、押しとは抜群の答えるから。え、でもどうなんの？相手ダイマックスしてくんのかな？ダイマックスしてきたところでって話ではあるんだよな、でも。ドロポン、どんなもん？あ、ディスカーフなんだ、こいつ。まあ、耐えるよね、全然。え、これは余裕。マジで余裕。フリージョは結構素早さ早くて、ドトムなんか全然浮いてるから、あ、ちょっと待って、やばい。これはやばいな。スカーフはやばい。ちょっとスカーフ効いてないんだよな。あー、やばいな、これは。どうしよう。外せ、外せ、外せ。はい、ドロポン外せ、ドロポン外せ。あ、これは当たる。あ、当たる、当たる、当たる。よっしゃ、来た。外れた。フリージョ強い。普通に強い。なんか、なんとなくね、読みが伝わるとフリージョは大体、特殊ポケモンにはかなり強くね、読みが伝わったら最強。いいね。3対1だよ。これは勝てるんじゃないか。あ、勝った。これは勝ちか。多分相手がってことは、来ることはね、あくびだと思うんだよね。はい。対戦ありがとうございました。よっしゃー。はい、これで、ついに、マスターボール来た。よーし。来た来た来た。はい、やりました。使用率限界ポケモンだけ、とりあえずマスターボール級。いや、でもまあ、これはもうスタートして。こんなもん前提。マスターボール級入れる方は話じゃないか。とりあえずはスタート時にさせたって感じ。はい、まあ、次のシーズンから伝説ポケモンが解禁されて、まあ、環境的にだいぶ厳しくなりますけどね。まあ、いや、でもね、まあ、その分使えるポケモンが増えるんで、限界になるのか。多分、コーリッポとか、限界に落ちてきて、使えるようになると思うんで。まあ、その辺は前向きに捉えていきましょう。はい、というわけで今回はここまで。それでは、また、この、